皆さん、こんにちは。それでは、セッション3の3、専門家と専門組織の役割を開始したいと思います。私は、共同座長。Hello, everyone. I am co-chair. My name is Takamura from Nagasaki University. I will co-chair for the first three presentations, and then I'll hand over to Mr. Jean-Christophe Gariel from IRSSN.First, we have from Professor Orita of Nagasaki University. She will talk about での放射線健康リスクコミュニケーション活動について発表していただきます。では、オリタ先生、よろしくお願いします。長崎大学の織田真紀子です。今日は発表の機会をいただきましてありがとうございます。今日は私たちが福島県富岡町で実践している放射線健康リスクコミュニケーション活動を紹介させていただきます。現在、長崎大学は事故の影響を受けた川内村と富岡町にオフィスを設けています。今年の7月からは大熊町にもオフィスを設けて活動を始めています。富岡町はもともと人口1万6000人で商業地、住宅地が広がる双葉郡の中心的な町でした。富岡町は原発から15キロ圏内に位置し、事故直後から全町避難を余儀なくされましたが、2017年の4月に帰還困難区域を除く避難指示区域が解除されたことに合わせて、町役場が町内に帰還しました。福島原発事故後、放射線の健康リスクに関する知識や情報が住民の方へ適切に伝わらず、社会の混乱が引き起こされました。現在でも住民の皆さんの放射線健康リスクに対する懸念は大きいと考えられています。富岡町でも住民の方とのリスクコミュニケーションや対話活動が求められています。この表は、震災以降の富岡町の空間占領率の変化を示しています。町内の空間占領率は、占領が比較的に高い黄色から、占領が比較的低い水色や青色へ変化したことがわかります。現在は、町内の平均の空間占領は 0.1 から 0.2 マイクロシーベルト程度の占領になっています。富岡町は、復興、新しい街づくりを進めています。いくつか例を挙げます。まずは JR 常磐線の富岡駅です。富岡駅は富岡町は地震、津波、原子力災害の3つの災害を同時に受けた町です。富岡駅は津波によって壊滅的な被害を受けました。事故から2年が経った後でも津波の被害を見ることができましたが、その後、右上の図のように一時的な除染廃棄物の仮置き場になり、2年ほど前からは JR が新たな駅舎と線路を整備し、新たな富岡駅として生まれ変わっています。現在では東京駅から電車を乗り換えることなく富岡町へ行くことができます。富岡町は桜で有名な町です。町内には有名な桜並木通りがありましたが、残念ながらその一部が帰還困難区域に設定されバリケードで仕切られていました。けれども、帰還困難区域内の一部の解除が進んだことによって、一部の桜並木通りを通ることができるようになっています。このように、これためまで町内のインフラ整備が進められてきました。一方で、住民の方の思いはそれぞれです。2016年に復興庁が住民の皆さんを対象にした帰還意向に関するアンケート調査では、戻りたいと答えた住民は 16%、判断がつかないと答えた住民は 25%、戻らないと答えた住民は約6割に及ぶ結果でした。戻れない理由は、現在の就職状況や、教育環境、そして避難先に定住したことなどが挙げられています。これに加えて、放射線に対する不安も戻れない理由の一つであると考えられています。長崎大学は、
川内村での経験を生かして専門家として住民の放射線に対する不安に対応するために2016年9月に富岡町と連携協定を締結し、2017年の4月から富岡町での活動を始めています。連携協定項目には、外部被曝線量や内部被曝線量などの健康リスクに関する客観的な評価を実施していくこと、それに基づいた放射線健康リスクコミュニケーションや対話活動を実施していくことが示されています。日々の活動は上の図のように役場の窓口に相談窓口を設置し、住民の放射線の疑問に答え、放射線の客観的な評価を行って、下の図のように個別訪問でそれらの結果を説明するなどの活動を行っています。私たち長崎大学は客観的な評価に基づいたリスクコミュニケーション活動が大切だと考えています。一人の70代男性を紹介します。彼は以前から役場が帰還を果たしたら自身も町へ帰還する予定を持っていました。2013年以降、町への一時的な立ち入りが認められるようになってからは、彼は家の片付けなどを始めました。それと同時に彼は驚いたことに一時滞在をするたびに、滞在時間やその時の空間占領率、個人の被曝占領、活動内容に関する記録を残していました。その記録を私たちが解析した結果がこの表になります。時間の経過に伴って彼の滞在時間は増えていますが、空間占領率は減少していることがわかります。よって、滞在時間は増えていますが、受ける占領は下がっています。結果的に彼が受けている占領は年間で1ミリシーベルトから2ミリシーベルトの間ということが分かり、健康影響を受けるレベルではないことが分かりました。私たちがこの結果を説明したとき、彼はとても喜んでいました。客観的な評価に基づいた説明を続けていくことで、住民の方の帰還促進を進めていくことができるのではないかと考えています。また、定期的に町に住む住民の方を対象に対話集会を開催しています。放射線に関する意見交換だけではなく、最近の生活の様子など、戻ってきているからこそみんなで集まって話せる、対話集会を開催しています。対話集会で私たちから情報発信をした内容です。住民の方は食の安全性に関する関心がとても高いです。そこで、この時は、町で採取された食材の放射性物質の検出率や濃度について紹介をしました。もちろんスーパーマーケットで買った食材からは、基準値を超える放射性物質が検出されることはありません。一方で町で生活をする人は比較的に家庭菜園や畑を作っている人が多いです。富岡町役場では、放射性物質濃度の測定器を設置して住民の方がいつでも使えるようにしています。このように町では測定をして数値を見てそれから食べるというような文化が広がっています。このスライドでは富岡町で測定された自家消費食材中に含まれる放射性物質の検出率を示しています。ほとんどの野菜、芋類、果実類からは、基準値を超える放射性セシウムは検出されません。一方で、山菜やキノコからは比較的に高い頻度で基準値を超える放射性セシウムが検出されています。基準値を超える放射性セシウムを含む食材を1回もしくは数回食べたからといって健康影響が出るような数値には決してなりませんが、山菜やキノコからは放射性セシウムが比較的検出されやすい傾向にあることなどを住民の皆さんへ伝えています。また基準値を超える放射性セシウムを摂取したことに対して健康影響を心配される方がたまにいらっしゃいますが、そんな方には、実際食材を摂取したことによる内部被曝線量の推定値を計算して説明しています。放射線による
私たちの健康影響を考えるとき、単に放射性物質の濃度だけではなく、実際食べた量も重要であるということを住民の方にお伝えしています。この車座集会で聞かれる住民の皆さんからのコメントの例です。国の基準、国の、食品中放射性物質濃度の基準値が500ベクレルだったものから100ベクレルに下がったことが疑問であるというふうに聞かれました。よく聞かれてくる質問であり、放射線防護の考え方や基準値策定の考え方について住民の皆さんに理解されているとは言えず、今後も丁寧に伝えていくことが必要であると考えています。その他、放射線に関する質問以外によく聞かれることとしては、周りの住民の方が帰ってこないことに対する寂しさや不安感が聞かれます。また、住民の皆さんの中には、行政や専門家に対する不信感が未だに残っていると考えられます。対話集会には、私たちが開催する対話集会には、行政のスタッフにも参加してもらっていますが、行政に関する質問が聞かれたら、行政のスタッフの方に回答してもらうということを行っています。このように、私たちは、行政と連携をした取り組みがとても大切だと思っています。私たちは行政の皆さんと連携をして、富岡町の中学校に通う中学生を対象に授業を行っています。生徒さんたちからの反応として、事故当時、町内はどのくらいの線量があったのだろうとか、自分の家族は当時どのくらい心配をしたのだろうなどの質問や意見が聞かれてきました。このように、これからは私たちは福島県内外の皆さん、特に学生さん、そして国内外の専門家の皆さんへ、事故からの経験を伝えていくこともとても重要だと思っています。これからの活動は、住民の方と一緒に教訓や経験について伝えていく活動も求められていくのではないかと感じています。また、今後の課題は、避難を継続している住民の方と放射線健康リスクコミュニケーションを実施、方との放射線健康リスクコミュニケーション活動です。これまでも私たちは避難先で開催されるイベントや中学生を対象とした活動などを実施してきました。今年は富岡町町内で開催されたスポーツイベントで、避難者から富岡町を訪れた人たちとの対話する機会というのを、などがありました。避難を継続されている方の中には、放射線に関する不安をお持ちの方もいることが知られています。これからも避難先での個々のニーズに応じた活動を実施していくことが重要なことだと考えています。最後になりましたが、まとめですが、線量評価など客観的な評価に基づいたリスクコミュニケーションが重要だと考えています。原子力災害からの復興期において、住民の皆さんや行政の皆さんを含むステークホルダーの皆さんと連携した取り組みが重要であると思います。これからも個々人のニーズに沿った継続的なリスクコミュニケーションを続けていきたいと考えています。以上で私の話を終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。織田先生、富岡町における復興支援ということについて紹介していただきました。二つほどですね、質問があったようです。チャットのコーナーの方に、質問を掲示しておりますので、後ほどご回答いただければというように思います。それでは次の講演の方に行きたいと思います。次はですね、近畿大学近大の山西先生から、川俣町の子どもたちの線量測定支援活動についてご発表いただきます。山西先生、よろしくお願いします。近畿大学原子力研究所の山西です。よろしくお願いします。川俣町における子どもたちの個人線量測定を支援する活動のお話です。本発表の構成です。近畿大学の紹介、川俣町の紹介、近畿大学の復興支援、
ガラスバッジによる線量測定、成功の要因、まとめ、謝辞の順番に発表いたします。近畿大学は1949年に設立された私立大学です。西日本一帯に6つのキャンパスを持っています。本部は大阪府の東大阪市です。7年連続で志願者数日本一の、最も人気のある大学と言えるかと思います。6つのキャンパスは西日本を中心にあります。近畿大学には熱出力1ワットの研究教育用の原子炉があります。この原子炉は民間初、大学初の原子炉で、日本の原子力教育を担っています。このキャラクターは原子力研究所のマスコット1ワット君です。東京電力福島第一原子力発電所から放出された放射性物質によって、福島県はこのような空間線量率の分布となっております。ここに川俣町があります。ここに 1F があります。ここが20キロ圏内で警戒区域を表しています。20キロ圏内を超えて計画的避難区域が2011年4月22日に指定されました。これは20キロ圏外にあって、その後1年間の予想される線量が20ミリシーベルトを超える区域であります。川俣町の南東に位置する山木屋地区も計画的避難区域に指定されました。川俣町は 1F から北西に 30km を超えるところにあり、人口は1万5000人ちょっとです。原子力発電所の立地の町ではありませんし、隣接もしておりませんので、原子力災害とは無縁のところでした。3月からは浪江町からの避難住民を受け入れてきました。山木屋地区は町民の約 8% なのですけれども、そこが計画的避難区域と指定されました。町には測定データで判断する姿勢がありました。そして町長と教育長のリーダーシップがあります。近畿大学の復興支援は原子力研究所から始まりました。当時の所長は日本原子力学会の関西支部長でした。また原子炉を持つ大学としての使命感もありました。3月下旬に放射線の健康影響など電話相談のホットラインを開設しました。3月24日から10日間705件の相談に対応してきました。4月上旬、間接的な情報なのですが、川俣町長が原子力放射線のアドバイスができる人を探しているという情報が入りました。それを受けて4月30日、川俣町を訪問し、川俣町の線量率、汚染の状況の調査を開始しました。最初の訪問の後、環境放射線の測定結果の分析、そしてその結果を共有するということで、放射線の専門家としてアドバイスが始まりました。学校に対しては、校庭の表土除去の方法、そしてマスクの着用の有無、窓を開放して授業しても良いということ、そして屋外のプールの放射性物質の含有量についての調査を行いました。その他として、様々な資料についての放射能測定も行いました。それらを受けて、信頼関係が構築され、6月21日に震災復興アドバイザーということで、近畿大学が委嘱を受けることになりました。近畿大学は、東日本大震災が起きた直後から支援金を教職員から募りました。約2億円集まりました。それを原資に復興支援に役立てるということで進めております。また2012年からはオール近代福島県川俣町復興支援プロジェクトが始まり続けております。
オール近代福島県川俣町復興支援プロジェクトは、除染・浸水ケアはもとより、復興・産業振興という幅広いものになっております。復興支援の考え方は以下の通りです。支援の方法については町と協議し、依頼されたことについて実施する。そして強い信頼関係を構築する。得られたデータはすべて町のものであって、発表するときは町との了解を取るということ。川俣町が復興モデルの地区となるように支援をし、復興モデルの発信を行い、広く福島県の復興につながるように支援をするというものです。放射線関係の復興支援の一部を以下に示します。環境放射能放射線の測定、そして放射線測定器の寄贈、講演会などです。今からお話しいたします、個人被曝線量計ガラスバッジの提供については、まあ、ここの一部ということになります。この報告のメインであります、子どもたちの個人線量測定についてです。2011年5月、川俣町は子どもの被曝が心配であると近畿大学の方に相談を持ちかけました。近畿大学はガラスバッジによる個人線量計を使いまして、個人の被曝線量を測定することを提案しました。それによって、近畿大学はガラスバッジの測定サービスを寄贈することとして、2011年の6月に開始することとしました。一つのサイクルを3ヶ月測定として、トータルで11サイクル行いました。この時期、個人の線量を測定するということで、ガラスバッジを用いることが、初めてだったかと思います。対象は、保育園、幼稚園、小学校、中学校の中学校以下の子どもさんたちと教員の合わせて約1700名でした。測定結果はすべて町に帰属すると考えております。ガラスバッジはここに示しているようなもので、千代田テクノリによる測定サービスを受けることになりました。測定結果です。トータル11サイクルありまして、それぞれ3ヶ月間測定をしました。人数はこのような推移でありまして、トータルで16,800の測定をしました。平均値としての被曝線量、この測定期間内での積算線量ですけれども、0.39mSから始まり、0.08mSとなっております。それぞれの階の線量分布を示します。これは1階から6階を示しています。横軸に線量、縦軸に人数を表しています。初階はこのようになだらかに、また最大値も大きくなっております。それが階を追うごとになだらかだった分布はだんだんに低い方にピークを持つシャープな分布となっております。7階から11階です。第11階の測定では、ほとんどの方々が 0.2mSを下回る結果となっております。これは1年間の積算線量を比較したものです。最初の1年はこのようななだらかな、そして広い分布となっておりました。それが3年目はこのように低い線量の方の、で、なおかつシャープな分布と変わってきております。最大値も平均値も
減少しております。線量の推移を見てみましょう。横軸にサイクル、縦軸に90日あたりの線量ということで規格化しております。時間を経るごとに全体の平均値が下がってきています。学校ごとに平均値を求めたのですけれども、その最大値と最小値を示しています。このように大きな線量を示すところもこれぐらいのものということとなっております。この測定において学校現場の尽力により回収率は 90% を上回りました。希望者のみの測定ではないので町全体の把握ができました。それによって信頼性の高い測定となり大きな安心につながりました。成功の要因について挙げてみました。主導が町の教育委員会と明確であったということ、データが各個人のものであり町のものであるということで測定の意義が明確になっておりました。また理解ができるように配慮するために分析した結果にアドバイスをつけて返却しました。リスクコミュニケーションの担当者である学校長、養護教諭の理解を深めました。報告会、説明会と同時に個別の健康相談などを設けて測りっぱなしにしないということをしました。まとめです。放射線被曝が他人事ではない状況が生まれました。その時に専門家からの情報を欲していて、知って安心を得たいということでありました。伝える側の主体として、教育委員会が活躍をしました。主体の意識は明確で、測定して安心できる材料を得たい。値のみでなく値の意味を伝えたい。伝える対象としては子どもさん、そしてその保護者。信頼関係のある中で一連の情報伝達ということで、教育委員会、学校長、クラス担任、保護者が連携して行いました。各段階で情報の内容に納得して伝え合いました。安心を得るために、専門家を活用するという良い例だったと思います。また、測りっぱなしにせず、個別に相談をするなど対応をされていました。最後に謝辞を述べます。このガラスパッチによる線量測定は、町の関係者の方々のご尽力によって進められました。ありがとうございました。以上で発表報告の方を終わらせていただきます。ご清聴ありがとう。山西先生ありがとうございました。川俣町におけるですね、特に個人被曝線量の支援活動についてご発表いただきました。それでは時間ですので次の発表に移らせていただきます。次は弘前大学の常滑慎二先生です。発表タイトルは弘前大学が取り組む福島県浪江町での支援活動です。それでは常滑先生よろしくお願いします。はい、First of all, I appreciate having an opportunity。 まずこの機会をいただきましたことを感謝申し上げたいと思います。この発表そしてこの会議でございます。常滑慎二と申し上げます。申します。農業生活科学部大学院被曝医療総合研究所弘前大学から参りました。原発事故後の弘前大学の復興プロジェクト概要についてお伝えいたします。このプロジェクトはまだ今進行中でございまして、いくつかの学部が関わっております。私たちの研究所だけではございません。大学院もそうです。大学院保健学研究科、あるいは農業生命科学部も関わって今現在進行中であることを申し上げたいと思います。さて、これが浪江町への支援活動の歴史でございます。3月の11日2011年の事故後、総合的な合意が成り立ちました。弘前大学とそれから浪江町であります。9月のことでございましたけれども、そして設定されましたのがサポートプロジェクト、すぐに始まりました。私たちはすぐ制限地区に入りました。この町の中です。そして提言をいたしました。
私たちのサポート提言計画を発表いたしました。これがサポート計画でありますが、最初には浪江町の回復ということは除染と、それから再生可能エネルギーの促進、2番目。スライドショーのモードにしていただけますでしょうか。なってないですか。はい、ちょっと待ってください。もう一回やり直します。これはいかがですか。大丈夫です。はい、あ、sorry。 So, the second security of and safety for residents、such as health consultation and 例えば健康の相談、そして放射線量のモニター、そしてまた科学的な所見を貯めるということ、例えば環境にどのぐらいの放射線が出たのかなども私たちは研究対象といたしました。2010年になりましたら、これは現地のサポートの施設ができまして、浪江町の対馬地区というところにできました。これは帰還困難地区区域に指名されたところでありました。2013年になりますと、これは本部が浪江役場の中にできました。また町の役員の方々での訓練も行われまして、そして防護に対する訓練をしたものでございます。でこのスライドで特徴が現れておりますが、浪江町の特徴は何だったでしょうか。で、まあ、除染の特別地区というのが2011日に決まりまして、ここでは政府が除染の、まあ、土壌などの除染の対策を立てました、実行いたしました。これは次のような3つのゾーンでありまして、まず避難指示解除準備区域、放射量は20ミリシーベルト未満。次が住居制限区域、20ミリシーベルトから50ミリシーベルトまでの間。そして最後は帰還困難区域、これは50ミリシーベルトを超えるところであります。そして解除が政府によりまして決定されました。避難指示解決準備区域と、それから浪江町の住居制限区域であります。これが決定されましたのが2017年の3月の31日のことでありました。この地図で浪江町が示されておりますが、ピンクのところ、それから青いところ、これが帰還困難区域、そしてそれぞれですね、解除されたところと困難なところを示しております。だいたい1300人の住民たちが避難地から帰ってまいりました。これは2020年今年の9月現在であります。ということは、もともと住んでいた浪江町の人口の 6% に相当いたします。この発表で集中したいのは、最新の研究結果なんですけれど、このプロジェクトの名前、浪江町の住民の人たちへの線量 測定となっております。推測となっておりますが、2つのトピックが主なものであります。推定には、1つが、内部の被曝の推定でありまして、それが対外のもの、この推定が2番目です。推定値、室内外を測定をいたしました。セシウム、そして川の水、また沈殿物からのセシウム、
また大気からも採取をいたしました。そして対外の被爆では地図を作りましたけれども、天然のもの、それから人工のガンマ放射からのものを分けて考えました。それからまた個人の線量の測定もいたしました。自然の暴露というのが、浪江町で、このように測定されましたけれども、一般の人たちはこれは無視をすることが多いんですけれども、と言いますのも、市場のですね、事故の前にも暴露されていたものでありまして、天然の暴露というのは日々続いているので忘れがちだということです。この結果を私たちは使いまして、そしてリスクのコミュニケーションに使おうといたしました。浪江町の住民に分かっていただきたいと伝えることにいたしました。これで期待されましたのが、住民の方々、原発での放射線の暴露の危険性、そして自然の暴露と比較して理解してほしいというものでありました。どういう資材を作って、どういうやり方を使ったといいますと、これは内部被曝のものでありますが、ラドントロンを吸い込んで被曝するか、この放射性ですの、濃度ですが、CR39 を使って評価をいたしました。93でありまして、3ヶ月の4回、1年繰り返しました。これは資料を集めたものでありました。有効線量をで計算をいたしましたけれども、アンスケールでを使いました。このような方程式を使って、そして推定をしたものであります。で、それが有効線量、吸い込んだものですね。研究結果です。3表目でまとめておりますけれども、ラドンの能量、そしてコロンの透過比であります。31ラドンです。そして0.何ベクレルプラマイとなっております。ラドンとトロン。そしてまた年間の透過の推定もいたしました。これが第4表目であります。結果といたしまして、有効線量 1.4 ミリシーベルト。これが中間値でありました。レンジです。0.7 から5.5。範囲はこれだけでありまして、これは年間のミリシーベルトの範囲でありました。外部の被曝の評価ですが、これには自然のものとガンマの線と、それからまた人工のものを分けようといたしました。3インチ ×3 インチ。そしてシンチレーションのスペクトロメーターを使いまして、ナトリウムアイオダインでありました。そしてこういうふうな測定をしたわけでありますけれども、メッシュに分けまして、浪江町を。1キロ ×1 キロのメッシュでした。ガンマ線は全部で130地区で測りました。いろいろな点で測りまして、メッシュは同じでありましたが、代表値をそれぞれ取ろうといたしました。そしてその結果です。この数字を見られますと、分布が出ておりますけれども、吸収されました線量、そして空間のものは、天然のものと、それから人工の放射線各種、それぞれに分けております。165の入手可能なポイントのところ、そしてまた居住区域は48、これはですね、帰還困難地域は除きますけれども、その他で入手をいたしました。これは天然の暴露からの空間の分布です。そして10番目の方は、これは人工的な放射線核の大気への分布であります。
いずれも吸収されたものですが、中間値、これは天然暴露ですが 0.034 ミクログレーパワー。そして一方では人工のものと思われる暴露の方ですが、中間値 1.1 マイクログレー時間あたりとなっています。この結果でおそらくリスクのコミュニケーションに役立つのではないかと思います。放射線のことを分かっていただく。そのプロジェクトだけではなくて、私たちには他の目的もあったわけなんですけれども、まあ、他のプロジェクトで何を狙ったかといたしますと、放射線に暴露されることによりまして、生物的な影響はないのか、これは浪江、福島、その野生動物であります、セシウムがどのように変わっていっているか、それからまた健康のコンサルテーションもやりました。浪江の役員の人たちにリスクの啓蒙活動をいたしました。それから教育プログラムが展開することによりまして、そして血管効果のに関係のある、まあ、医療に対する啓蒙活動をいたしまして、そして子育て相談もいたしました。で、私たちの研究結果であります、結論であります、浪江町の当局者、役場の人たちなどと協力しながら住民支援を継続するのが重要であるということ、また放射の自然暴露を住民に説明して、放射線放射のリスクをしっかりと分かってもらうのが大切である。以上です。ありがとうございました。Dr. Tokonomi, thank you very much, especially that the natural exposure evaluation, and through this that you can provide that the assistant activitesですね、チャットの方に見ることができると思いますけど、you can find the questions. 共通するような質問として、if there is a common question for the two presenters, background radiation, well, how to evaluate, what is the method of background radiation is a common question to both of you. どういうふうにして補正をしたのかということについて、山西先生、 what kind of the correction that you have applied? So two of you.Rather briefly, could you explain to the questioner? はい。山西です。Very well. 山西 here. Very well, sir. あ、すみません。近畿大学山西です。あの、バックグラウンドの評価ということですけれども、あの、川俣町に、随分と、まあ、自然のバックグラウンド、まあ、西日本に比べると compared with the Western Japan, that the background was high, very high actually, that we handled the raw data as a control glass batch, that background was deducted. It was deducted for the deduction at the ORI plant, that the backgroundwas adopted and deducted and evaluated. Thank you very much. Tokonami sensei, our measurement include that the background is considered, well, a background in the case of gamma that we deducted from the natural, the laboratory that we measured. So the background itself is evaluated in that particular sense. Thank you very much.Okay, this concludes the three presentation. Dr. Gadir, could you start the last two presentations? Thank you very much, Professor Takamura. My name is... 先生、ありがとうございます。私、ジャン・クリストフ・ガリエルと申します。そして、フランスの IRSN の方におります。今日はこの共同議長を務められて光栄であります。高村先生とともに次の発表は私です。事故後の復興における専門家の役割ということでお話しします。 Good afternoon, ladies and gentlemen. 皆さんこんにちは。私はジャン・クリストフ・ガリエルと申します。
フランスの IRSN から参りました。今日はこの発表ができて嬉しく思っております。事故後の復興における専門家の役割というだけで。IRSN というのは原子力の放射線のリスクを評価する機関であります。我々の先機人は原子力事故が起きた際に専門的な知見や提言をするというものであります。もちろん我々はなるべく事前にいろいろな備えができるように提言をしております。しかしですから我々があまり復旧期の方で提言するよりも準備備えの提言が必要だと思っています。ですから復旧期において我々が役に立つことがあれば被災地においての我々の役割は何なんだろうということです。チェルノブイリや福島でも我々はこれを自問して答えようとしました。今日の発表もその答えの一部をお伝えするものです。ではいつから我々の取り組みが始まったのかと言いますと、 IRSN と CPN は ATOS と COA というプロジェクトをベラルシアでチェルノブイリの事故後行いました。これはチェルノブイリの事故後数年後から始まったものです。そしてこの研究成果は防護活動の効果と持続可能性のために国の機関あるいは専門家そして地元の人たちを巻き込んでやっていくことが重要だというものでした。福島の事故の後 IRSN と CPN は ICRP の対話セミナーに関与することができました。こういった時に2つのことをやってきました。まずは我々がベラルシアで、地元の人とやってきたこと、それに基づいた成果を発表すること、もう一つは日本の経験から我々が学ぶということでした。そしてまた日本とチェルノブイリの間では似た点があったのか、どういった点が異なっていたのかを理解することでした。そして我々が行った分析ですが、分析は2013年に始まりました。そして5年間ぐらいかけて行われました。その目標はこういった対話を通じてどういった教訓が得られるのかというもの、そしてこういった教訓というのが、この放射線防護の専門家たちにも役に立つのではないかということです。いろいろな日本のステークホルダーとか専門家、ICRP の対話に関わっていた人たちと一緒になって分析をしました。何回か日本やフランスでワークショップも開きました。ではこういった研究成果は何だったでしょう。一つは事故後の状況がいかに人間的な面で影響を与えるのかということ。放射線の防護は数値とかあるいは基準ということばかり、まあ、そちらを注視します。しかし事故後において主要な目的は被災した人たちをサポートすることです。つまり彼らの不安や期待ということに耳を傾けることです。そして2つ目はステークホルダーを関与させるということ。これは当局そして専門家や被災した人たちです。そして3つ目はこの共同専門地
被災した土地、そして専門家両方が関わったプロセスです。それによって実際に役に立つ放射線防護文化というのが作れると思います。つまり被災した人たちが放射線防護をよりよくできるようになるということです。それでは人間的な側面から見ていきましょう。福島とチェルノブイリをその事故後の影響を見たときに、人間的な側面というのは福島においてもチェルノブイリにおいても似たようなものでした。つまり当局や専門家に対する信頼性は失われる。また将来、特に子どもの将来については強い懸念を皆が抱くということ、また本当に無力感と置き去りにされた、見捨てられたという感情が芽生える。そして差別され、排除されるという感情です。一般的に見て日常生活が自分ではコントロールできない、そして健康や環境や仕事すべてが影響を受ける、個人としてもコミュニティとしてもそういった影響を受けるということです。こういった影響を受けた個人というのはもう絶えず以下のような難しい課題に直面します。汚染地帯にとどまるべきなのか、それとも避難すべきなのか、もし避難した場合私はまた戻ってくるべきなのかどうか。2つ目の成果ですが、ステークホルダーの関与ということです。これに関してはベラルシアと日本では大きな差がありました。つまりステークホルダーの関与というのは、ベラルシアの場合は海外の専門家がこれを推進したということです。しかし日本では違っていました。地元の地方自治体やコミュニティが、彼ら自体が個人的にやる気のある専門家の支援を得て、こういったステークホルダーを関与させたのです。こういった専門家は多くの場合、日本の場合大学から来ました。こういった専門家のフィードバックはどういったものでしょう。まずそれぞれ個人の状況というのは異なっているということです。ですから専門家はケースバイケースでやっていかなくてはならない。2点目はリスクコミュニケーションについてです。これは大きな困難を伴います。つまりイオン化する放射線被曝に関連する影響やリスクについて話すのは難しい。専門家は状況は安全だというふうに安易に結論つけてはなりません。そしてまた専門家は科学的な知見と一致した態度で、そして知見には限度がある、不確実性があるという謙虚な態度でなくてはいけません。またもう一つは放射線防護というのはもちろんやらなくてはいけません。しかしそれだけでは人の生活というのを取り扱えないということです。つまりそれぞれ個人のデータ、そして彼らがそのコミュニティの中でどういった状況にあるのかということを重要視しながらやっていかなくてはなりません。そして個人の価値観や選択を尊重しなくてはならないということです。では共同専門地に移りましょう。共同専門地とは何でしょうか。これは被災地の人たちや、あるいは専門家が一緒になって対話の場を設けるということです。
まず一つは専門家が被災した人たちの質問や懸念や期待に耳を傾ける場、そして話し合う場を、会話の場を設ける。つまりトップダウンではダメです。ボトムアップでやっていかなくてはなりません。2つ目は地元やコミュニティの放射線の状況を地元の人々と専門家が一緒になって評価するということです。3つ目は放射線の状況の測定と特徴付けをやる手段の重要性です。4つ目は放射線状況が測定できましたら、個人およびコミュニティレベルで特定された問題に対処するためのプロジェクトを実施していくということです。これは地元の専門家や当局の支援を得てやっていきます。その初期にはまず放射線防護に関する問題を扱うでしょう。そして時間とともに生活状況の改善というプロジェクトに取り組むことになるでしょう。また実際に役立つ放射線防護文化を作るということです。ベラルーシアと同じように福島の経験は、この共同専門地というのが実際に役立つ放射線防護文化を作る上でとても重要だということが分かりました。この文化によって被災した人たちは自律的なこの測定結果についての解釈ができるようになるでしょう。空間線量とか外部内部被曝についてです。そして日常の放射線に対して自分たちのベンチマークを作ることが可能になります。そしてこういった文化の中では自分の決定が自分でできる、そして自分や親戚たちを守ることができる、つまり自助防護ということです。こういったアプローチでは個人の測定というのは自分たちに合った機器でやるということです。科学技術によって安価な測定機器が出てきています。ではまとめてみますと3点言いたいと思います。まず共同専門知識のプロセスを経ることが当局と専門家と住民との間の信頼に不可欠であるということ。そして我々科学者は手助けをしたい。その場合はやはり放射線防護ということを理解することは重要ですけど、住民たちの問題はそれだけじゃないし、それでは人の生活に対処することはできないということです。それですから我々は個人やコミュニティの役に立たなくてはならないし、彼らが自分たちで選択をできるようにしていかなくてはなりません。それでは今までは専門家の事故後における役割についてですが、次は特定の症例、ノルウェーの放射性安全当局の方からスクテルドさんです。そしてチェルノブイル事故後における経験について話していただきます。Dear ladies and gentlemen, dear colleagues, 皆さん、まずはじめに
この主催者側にこのプレゼンテーションをする機会を与えてくださったことを感謝いたします。まずチェルノブイリ事故後のフォールアウトの影響についてまずお話しいたします。フォールアウトはそれほど高くはありませんでしたので、外部占領の問題にはなりませんでした。また農業地域でも大きな問題にはなりませんでした。しかしノルウェーのほとんどは山地であり、 3% のみが耕地になっています。そのためチェルノブイリのフォールアウトが最も高かったのが南部の地方の山地になりました。ノルウェーでの課題ですけれども、これは伝統的な食料生産というところで、開かれた森林や産地でにおいてセシウムの移行が行わなされました。夏には牛、ヤギ、羊などが牧草を取り、トナカイは1年間通して、この森林や産地で牧草を取っています。1986年の春から夏にかけて、モニタリングと堆積マッピングの結果、汚染がかなり進んでいることが分かりました。そのため、羊、トナカイ、淡水魚の禁輸措置が取られました。1984年4月、政府は決議を採択いたしまして、当局の決定によって生産者は経済的に困窮してはならないといたしました。そして秋、長期的な影響の可能性が次第に認識されるようになりました。生計を守り、それから食用として長期の不適格化ということ自体を避ける取り組みが必要になったわけです。この1986年の経験、植物を禁輸取るという措置は非常に効果的ではなく、しかもコスト高であるということが分かりました。さまざまなそれに代わる方法が考えられました。例えばクリーンフィーディング、動物のモニタリング、それからセシウム結合剤の利用などです。動物のモニタリングにおいては、最も汚染の少ない動物を屠殺する、そしてクリーンフィーディングの機械を設置して、それによって植物の不適化を回避するというものです。科学者、当局が協力しながら、また農業、トナカイ、牧草従事者とも関与を得ながら、さまざまな研究開発の実施を行ってきました。その後、費用対効果分析が行われまして、この植物の不適化という措置は効果的ではないにもないし、コスト高でもあるという認識に至りました。1986年の秋、このサーミーの人々の生活様式を守るために劇的な対策が必要だという認識に至りました。このトナカイの肉のは許容値の100倍の水準に、なっておりまして、これが数十年にわたる影響を及ぼす可能性があったわけです。したがって当局においては、トナカイの肉の許容値を最初600ベクレルだったんですけれども、これをキログラムあたり6000ベクレルまで高めました。で、ここで、特筆すべきは、この6000ベクレルという基準は市場に出回るトナカイ肉に適用されたわけで、トナカイ従事者が食用するものではありません。まあ、ノルウェーの一般市民のトナカイ肉の消費量が少ないということでしたので、まあ、年間 0.6 キロでしたので、こういった措置が取れたんですけれども、しかしトナカイ従事者が自ら食用する分にとっては別の措置が必要になりました。当局においては食事内容についての勧告なども出してきました。例えば汚染度、消費量、さまざまな調理方法、これによって体内摂取量を減らすという方法が勧告されました。また全身測定プログラムが開始され、占領のモニタリングと対策の効果を把握する取り組みがなされました。またさらに汚染の少ない地域のトナカイ肉の提供が、また自家消費の場合のクリーンフィーディングの保証措置、それから代替食品の購入に対する保証なども行われてきたところです。
こういった様々な複数のグループが関与している場合、このコンセンサスを得るというのはなかなか難しい。つまり彼らは同質のグループではない。個人によって優先事項は異なります。そのためコンセンサスを得るのがかなり難しいということです。この点については人類学者においても指摘がなされました。チェルノブイリの結果、このように書いています。水銀とのようなもので、それに触れると分散する。しかし分析の角度を変えると、抑制の形で水銀がまた一つに集まるというふうに書いています。また、現地での細かな測定が重要であるということも学びました。この当局地、あるいは地域の平均値を、当局にとっては満足できるものであったとしても、日常的に判断しなければいけない住民にとっては不十分であるということです。こういった現地の測定値を取ることによって、現地での知識が蓄積され、人々が対応するのを促進いたしません。特にこの全身測定プログラムというのがとても重要で、この当局はどちらかというと摂取量のモニタリングに関心が集まりますけれども、この現地で測定することによって牧草従事者の取り組みの効果を知ることもできました。そしてモニタリングを行うことによって、この専門家とのコミュニケーションを進めることもできました。この右側のグラフですけれども、これが摂取量の示したものです。これはトナカイ牧草従事者の方々で、緑色がこの全身測定の、で赤がこの措置がなかった場合で、この全く措置が取れなかった場合の占領地になります。この赤い部分が25年間の対策の効果を示しています。それから我々の体験からは、この複数の対策を用意したのが効果的であったと。つまり、すべての人に当てはまる解決策は一つだけではないからです。さまざまな人々が関わってきますけれども、この自主性と共同政策決定において、自分でコントロールできるという感覚を与えるということが、その後の対応にとって重要であるというふうに考えられます。専門家の役割としては、この説明をして提案するという部分です。決定ではありません。その一方で、この自由度の少ない管理体制を敷いてしまうと、この住民側からのイニシアチブが働かないということも学びました。また、この各生産者の状態に応じた保障制度というもの、これを地域ベースで一律ではない形で適用したのがプラスの効果に働いたことが分かっています。また、信頼と長期のコミットメントについてですけれども、チェルノブイリの後、やはりノルウェーでも当局に対する信頼が失われました。信頼というものは勝ち取るもので、長期の取り組みが必要です。このような長期の汚染がある場合には、長期のコミットメントが必要で、専門家にとっては科学的技術的な課題が解決すると関心が弱まるというところがあります。しかし現地住民は長期的なサポートが必要です。新しく移住してくる人々、あるいは次世代の人々も生まれてきますので、そのサポートも必要になってくるところです。最終的にはこういったコミットメントというのは我々専門家の社会的な責任の一部であるというふうに考えられます。今日の現状についてですけれども、羊とトナカイのモニタリングを行っています。それからセシウム結合剤も使っています。で、クリーンフィーディングも行っています。で、トナカイについてもまだ最大許容濃度が3000ベクレルという高い、状況ですけれども、しかしやはりこの管理制度の終了について話を行っているところです。この全身測定プログラムもトナカイ牧草従事者が望む限り継続していくというふうに、我々は今後もさまざまな事情から学んでいくつもりです。ご清聴どうもありがとうございました。ご質問などありましたら受け付けたいと思います。
Thank you to Dr. Skrutrud. どうもありがとうございました。スクルトルド先生、このノルウェーの研究についてお話しいただきました。このチェルノブイル事故の後の経験ということで、とても興味深いプレゼンテーションを行っていただきました。つまりこの当局と科学者、それから牧草者との連携という話でした。では最後のプレゼンターということで、アン・ニスベットさんにお願いいたします。英国の公衆衛生機関からのハンドブック、復旧ハンドブックの活用についてお話しいただきます。Good afternoon. I'm Anne Nisbet, Radiation Recovery. こんにちは。英国公衆衛生局長のアニ・ニスベットと申します。イギリスのオックスフォードシャーにございます。放射線センター、そして科学環境ハザード担当者であります。復興ハンドブックを作成した過去20年間、専門家の役割を論じたいと思います。この仕事全面に立ったのがイギリスで、他のヨーロッパの国を引っ張っていって、同じような復興ハンドブックを制作してもらいました。復興ハンドブックとは何ぞや。これは放射能の緊急事態後汚染された食品生産システム、居住地区、飲み水供給などを管理するツールです。どうして必要なんでしょうか。いろいろな保護対策ができあるものであります。そうですね。歴史的にカウンターメジャーは対策と訳すことにいたします。お許しいただけましたら。100以上あるんです、実は。防護策というのは、じゃあ、意思決定をする人たちはどこから選ぶのかという手引きが、指南書が必要であります。例えば各種はどうなのか、そしてどのように沈殿しているのか、規模は、そしてタイミングは、そして土壌利用はどうなのか、被爆地とはどこなのか、スケジュール、そして実施、そして制限はないのか、そしてまた最後でありましたけれども、で他の例えば法律的な制限があるかもしれません。最後になりましたけれども、ことに必要なのは説明責任であります。そして受け入れられるのかどうかということです。今の状況次第ということがあります。せっかく勧告しても受け入れられてなくてはいけない。だから一サイズで全部フィットではないわけです。もう読んでくださる方はいろいろです。左側に例があります。これだけではありませんけれども、そして応用ということでは、ハンドブックはいくつかの用途がありまして、準備の時には当局者を介入させるということ、そして国家地域での計画を立てるということです。それからまた、ギャップがないかということ、能力のギャップを見つけるということも非常に重要な役割であります。それから危機が去った後、意思決定の指南書となります。それからその後は、また、緊急訓練にも使えます。この内部3つのハンドブック、大体同じような構成と内容をしておりまして、どういう意味かと言いますと、支援情報もいろいろ出てくるわけであります。例えば、食品の生産でありますとか、あるいは居住区、それから飲み水などであります。そしてまたサポート情報でありますが、私たちのですね、廃棄物の管理ということも含まれます。そしてその基準も含まれます。一般情報もあるわけでありますけれども、それからまた100以上もある対策の詳細情報をそれぞれのデータシートにして提供しております。また、復興戦略を作成するための対策を選び、それを結合するための意思決定支援枠の組み、枠組みを作ってうまくいった例も提供しております。これ発表の中でたびたび言及すると思いますけれども、専門家の関与の歴史であります。そしてどうやって情報を集めてきて、そして復興ハンドブックができたのということです。スケジュールをご覧になりましたら、復興ガイドブックは2005年に初めて出版されました。
イギリスの第一番でありましたけれども、ということはチェルノブイリから20年近く経ったことで、なんでこんなに長い時間かかったのと言いますと、基本的には専門家が情報を集めて理工で、まあ、いろいろなですね、各種の挙動を分かるまで時間がかかるわけであります。そして地域をどのように適用して、そしてまた移動をですね、軽減するのかという理解も必要でありました。最初は1990年から2000年まででありました。この地域に、まあ、EU が何億ユーロもくださいまして、そして3番目4番目の枠組みプログラムを作りました。 ECCIS、 そしてまた合同とか実験的なプロジェクトが目的でありまして、まあ、いろいろな研究所でありますとか、それから、学会から、そして放射線の防護研究所などが協力をいたしました。データと情報を集めまして、いろいろなトピックがあったわけでありますけど、右側でありました。これが成果物であります。何百、何千という技術の文献とか、あるいはピアレビューなどの文献を集めたものでありました。国際会議も開きました。また、面白いところといたしまして、まあ、農業の有効性も考えたということ、それからまた、居住地の除染の効果を考えたところが興味があると思います。2期目、1993年から95年のところでありましたけれども、この時、まあ、イギリスが、で専門家を多用にいたしまして、トピックも広げました。汚染地の成功率の管理のためであります。その時にというか93年95年ということでありますけれども、まあ、英国厚生公衆衛生局 PHE ですが、政府の依頼を受けまして、まあ、イギリスで調査をいたしました。農業の対策 CIS の国でも調査をいたしまして、こうするためにはトピックをですね、広げなければいけませんでした。その時には動植物のバイオアベラビリティとか放射線生態学的なモデリングとか、またアメリカの条件下の調査でありました、まあ、初めてこの設定値を決めたところでありまして、そしてこれはアンケート様式で、そしてフォローアップとして専門家とのインタビューを行いました。まあ、どういうタイプの専門家というと、右側にございます。こういう人たちです。そして成果物はどうだったかといいますと、報告書でありまして、まあ、いくつかのですね、結論を出したわけですけれども、政府に勧告をいたしました。まあ、最後はどうだったのか、ここに書いてございますけれども、対策の実効性を図るために専門家の判断を活用するのは確かに役に立つけれども、同時に彼らの意見に大変ばらつきが多いことも分かってきた。故に緊急計画構築には専門家による作業部会、ワーキンググループを立ち上げて、そこには関係する政府機関や農家、その他の実務専門家を参加すべきである。まさに私たちはこれをやりました。ワーキンググループを始めたわけであります。そして、まあ、で農業食料対策ワーキンググループ、1997年に作りまして、そして農業省も参加してくれました。この専門家のグループの目的でありますけれども、エクスパート間のコミュニケーションを進めるということ、それからまた情報を伝播するということ、そして実効性を持たせた 対策にする計画のところから、そして専門家が緊急事態発生の時にも関与させるということです。政府、非政府の専門家が参加してくださいまして、右側にあります。非常にですね、1997年、そして2009年まで活発に活動してくれました。まあ、いくつかのですね、成果物が出たわけなんですけれども、これは、まあ、このグループのですね、4年間の活動とまとめてあります。また、まあ、これから始まります他のヨーロッパの国のですね、復興ガイドブックのお手本となりました。2000年から2004年、ファーミングネットワークと呼ばれておりますけれども、私がこのコーディネートを務めました。それからまた、まあ、年とともに、まあ、最初のバージョンのみならず、イギリスのですね、この防護ガイドブックだけではなくて、これは2005年だったんです。それから更新をかけてまいりました。次の時期ですが、2000年から2009年までございますけれども、これ非常に重要なところでありました。これは復興ハンドブックとハンドブックとして、ヨーロッパの拡大をしたわけであります。EU のお金が出してくださらなかったら、EU6 のフレームワークのプログラムがなければ、農業戦略、そしてユーロのプロジェクトは無理だったでしょう。
またヨーロッパのレベル専門家を巻き込むということどんどん広がっていきました。食料品から、それから農業だけではなくて居住地と、それから飲み水、いろんな場所で関わってくださいましたけど、こういうところであります。例えば、国際的なワーキンググループを作るということ、例えば実用的なヒントを集めた本を作るとか、データシートであります、ハンドブックにまとめられましたが、それからまた構想とハンドブックの内容につけてはブレイングループを、そしてユーザーグループを立ち上げました。使ってくださるグループです。また国家のワーキンググループ、そしてサブグループも作りました。国家レベルでの計画を立てるために、そして、筋書きにフォーカスしたワークショップ、そして演習をいたしました。国際的な、そして国家的な、このようなですね、多くの専門家が加わってくださいましたけれども、右側はそういうふうな専門家の例であります。で、このスライドですが、2000年から2005年までの主に行いましたまとめであります。第1版、イギリスのモデルであります。それから、農業と、それから生産者、食料生産者のワーキンググループ、そして復興のハンドブック、次がですね、EU のプロジェクト、ユラネスハンドブックになったわけであります。最初は、このヨーロッパ汎用でありましたけれども、それからカスタム化がそれぞれ分でできることになりました。それからまたイギリスのですね、また更新が変えました。さて、2011年に福島の事故、それからイギリスの復興ハンドブックですが、若干の手直しがありました。2015年に出版されたまでありますけれども、私たちは学んだことを盛り込みました。それからまた、科学、そして物理生物学のハンドブックも初めて出版されました。最後ですが、2020年現在であります。福島の事故から10年近く経っております。そして公衆衛生局ですが、初めて大幅に手直しを入れまして、おそらくですバージョン5といたしまして、2022年に出版を予定しております。で、どういう目的かということ、外部からお金は受けておりません。そして、寄付とか、あるいは善意に支えられております。専門家も協力してくれました。いついつまでにということは時間をかけたいと思いますので、だからですね、制限的な締め切りの束縛を受けたくないということです。3つの目的があるんですけれども、まず最近の進歩した科学を反映して更新をするとすること。また他の大きな事故から学ぶ。例えばソウルスベリとかコロナ、あるいはチェルノブイリもあると思います。国際国内外の変化、あるいは現実の技術のギャップも踏まえて、より先祖意義の高いものとする。そして戦火2009年ですから、大きな変化が起こっております。また2つ目の目的ですが、そして批判的に私たちは見直すということ、そして今その例は非常に制限されておりますけど、それを拡大するということです。そしてまたエンドユーザーのフィードバックを入れるということにしております。私たちの団体は今他の政府機関、そして専門家とも協力を続けております。このような専門家ですが、左側に載っております。こういう方々でありますけれども、幸いにも政府を通しまして、そして原子力の放射能緊急事態の方向のワーキンググループ、これを通じてピアレビューのある文献がさらに集められました。こういう専門家というのは右側の方々でありますが、これがですね、結論になりますけれども、これで分かっていただければと思います。専門家がですね、過去30年間、いかに大きな役割を果たしてきたか、復興ハンドブックの編纂に関わってくださったか、イギリスだけではなくて EU の経験であったということであります。専門家を巻き込むということで、どういうメリットがあるんでしょうか。放射性の各種の物質移動と対策の役割、よりよく理解できます。専門家が加われば、対策実行の時にどのような要因が影響するか理解が深められます。そしてまた対策情報の対抗をまとめることができます。そして最先端の復興ハンドブックが準備できたと自負しております。ありがとうございました。そしてここは連絡先ですから、質問があればぜひ送ってください。Thank you to Dr. Nisbet for Nisbet 先生、ありがとうございました。大変面白いご発表だったと思います。
ハンドブックを作ったということです。非常に重要だと思います。私たちにとりましては、これがあってこそ、私たちの作業が改善させて改良できると思います。古いことばっかり縛られない、私たちが進める手、指針だと思います。6つのいずれも大変優れた発表がありまして、いろいろ多岐に分かっていたと思います。専門家の責任。そして復興管理プロセスの中の専門家の役割でありました。いくつかの例をですね、示してくださいましたけど、日本の例、浪江町、それから川俣町、富岡町での専門家のご活躍、それから次には外国の例といたしまして、このセッションではいずれもですね、困難でありながら専門家をですね巻き込んで、そして復興管理をするんだということでは強調がされたと思います。では 3.3 のセッションほぼ終わりでありますけれども、終わりにあたりまして、発表者に感謝でございます。時間が残っているんでしょうか。では高村先生、結合をお願いするか、あるいは質問にいくつか答えることができるでしょうか。高村先生どうぞ。はい、ありがとうございました。ガリエル先生と同様ですね、私も今回のセッションのテーマである原子力災害からの復興におけるですね、専門家あるいは専門機関の役割という中で、多くのですね、日本あるいはEU の先生方がですね、やはり専門家と、そして住民、そして行政機関との連携というものが重要であるということを示されたんじゃないかと思います。そのためには専門家が測定、あるいはリスクコミュニケーション、こういったものを通じて、そういった行政から住民から信頼を得ることが極めて重要であるということを、再確認できたのではないかと思います。非常に素晴らしいセッションでした。ガリエル先生、どうもありがとうございました。それでは先生、このセッションはクローズということでよろしいですか。ありがとうございました。それではこのセッション3の3、 Role of Experts and Experts Organization を終了とさせていただきます。参加者の皆様、そして発表者の皆様、どうもありがとうございました。ありがとうございました。 Thank you very much, Dr. Gallier, for chairing. Thank you very much, Noboru. We had a good session. Thank you. いいセッションができましたね、Noboru さん、ありがとうございました。